ーキュラーキースクエアよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。5分経過、スペースを埋めます。走り込んできた。ゴール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 、アンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。スペースを見つけた。ファンブル。ボールを外に出します。これは危ない。スローイン。ここから打つのか。コーナーキックになります。これはチャンスだ。出た。いいボールですよ。もらった。攻撃を組み立てます。シュート。これはゴールキック。狙いすぎたようです。シュート。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。大きく前方にクリア。シュート。これはゴールキック。
おっとファールを取られました。ヘディング、おっと旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。ヘッドパス。後半15分経過、一旦下げる。中盤でのプレッシャーがかなりきついですね。シュート。走り込んできた。高く上げた。入った。ゴール。ブリリアントゴール。追加点。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。この人の想像力はすごいです。抜かれた。折り返す。ヘッドでつなぐ。ふわっと上げる。合わせた。空に向かって飛んでいきます。頭でつないで、ナイスファイト。出た。ここで試合終了のホイッスル。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。